ちは。こんにちは。はい、豊さん。はい。いろいろとね。まあ選手のね、そう、あの戦力外になった選手だとか、うん、まあ FA の選手もね、そう、手を挙げて、ちょっとチーム内、チーム間でね、まあチーム間というか、いろいろありますね、まあ球界がこう動き出してるけども、うん、中日ね、まず中日、うん、まあ大型補強というか、まあ、まあ、結構あのバランスよくだけども、うん、なんか非常にあの足りない部分をね、うん、埋め出してきてるなという感じがしてるよね。早速ね動きがありましたけれども、ね、巨人の、はい、中島選手ね、はい、まあ、中島はあの41歳かな、はい、そうですね、という高齢だけども、高齢というかね、まあ、あのキャリアがありますよ ね、キャリアがあるけども、うん、まあどうなるかなと思ってたけども、まあ自分としては代打の切り札としてね、うんうん、まあどっか取ってくれればいいなっていうふうに思ってたんだけども、まさにそんな感じですかね。まああの中日の立浪監督に、まあ今年のもう終盤の時かな、うん、話を聞いたら、うん、やっぱこう見本となるような、まあベテラン選手も欲しいし、まあ確かにそうですね、うん、やっぱキャリアを積んで名前で勝負ができるような、まあ選手もまあいればいいなっていうようなね、うん、まあ選手の層とすればすごく薄いんで、うん、まあそういう選手が若手を育ててくれたりだとか、うんうん、見本になってくれるような選手がいるといいなっていうような話はしてたんだよね。なるほど。まあその中でその中島っていうのはやっぱこう実績もねさることながら、やっぱね、なんつっても勝負強いよ、うん、でどんなに速いピッチャーでもどんなに遅いピッチャーでもタイミングの取り方ってすごくうまいんだよね。なるほど。あの追い込まれるまではノー感じで行くときあるんだけども、うん、でも追い込まれたらなんかアジャストしてくるというさ、うんうん、やっぱこれはねキャリアを積んだ人じゃないとなかなかできないようなバッティング見せてくれるし、うん、まだまだできると思うよ。そうですよね、あのバッティング一本だったらね、うん、だからそういう意味ではそのベンチにいてくれるっていうのは心強くなると思うよ、これからは、ね、これはあの首脳陣に対しても心強い存在ですよ、ね、まあもちろんそうだね、うんうんうん、まあ若手先生にとってもいい兄貴分になるだろうし、うん、ね、まあ、闘争心がすごい選手だから、なるほど、やっぱ向かっていくというかね、うん、で右バッターということからすると、まあもう本当キャリア的には右も左も打ってきたような選手だから、うん、まあ、どっちが出てきてもあの出せるというね、うんうん、まあ左対左の時には左バッターの切り札出しにくいなっていうことはあっても、うん、中島に関してはないから、なるほど、ね、だからそういう面では使うこう用途というか、うん、まあ、広さというかね、うんうん、考えられるこう要因、使う要因っていうのは、うん、すごい広がる感じがするよね、まあ、対応が効くという、対応が効く ね、 ね、はい、はい、で4人ね、そうそう、あのね、まあ、先に言ってしまうと、はい、ソフトバンクだった上林選手、はいはい、阪神の山本選手、はい、内野手ね、はい、あとはあの阪神から板山選手、うん、板山ね、こちらは育成ということで獲得するというふうな情報ですよね。まあ育成と言ってもね、まあ、すぐ支配下になるぐらいの実力はあるよ、うんうん、だからまず上林、うん、上林はね、まあ、一時期ソフトバンクの時もあこれはレギュラー10年、まあ、外野の一角は上林で埋めていくんだろうなっていうふうに思ってたら、うん、ちょっと伸び悩んでたんだよね。なるほどね。で、まあ、昨年か、うん、怪我をしたアキレス腱の断裂というね、大きいですよね、まあ うん、それを乗り越えて、うん、まあ、今年復帰したんだけども数字がなかなかうまいように上がらなかったという、うんうん、またチームも苦しかったしね今年ね、その波に乗っていこうと思うその波もなかったという、うん、まあ、そんな感じだったけども、うん、まあ、その中で戦力外を受けて、まあ、中日ということなんだけども化ける可能性がある選手だよね。なるほど。やっぱパンチ力もあるし、うん、まあ、守備はねもともと定評があって、うんうん、まあ、肩も強い人だったから、うん、まあ、細川とは言わないけど今年の、うんうん、でもあれ近くぐらいのなんか数字は叩き出してくるかなっていう、まあ万全であればね、まあ、そのぐらい期待感のある、まだまだこれから油が乗ってくる、今油が乗ってくるっていうね、うん、まあ、28歳か28歳でしょ、うん、だからいい時に、ね、うん、まあ、環境も変わったしね、うん、まあ、ポジティブに捉えて、うん、
考えてほしいなっていうふうに思うよね。ねえ、これセリーグに来るっていうことにもなるしね、うん、まあこれで外野手でしょ、うん、まず中島は代打、うん、で外野手の補強、はい、今度内野手だ、山本、はい、そうですね、はい、これはあの巨人から阪神に、うん、で阪神から中日に行くわけだけども、はい、まあ二遊間がね、うん、まあできる選手で、まあそんな特にうまいっていうことはないけども、うんうん、でも穴を埋めてくれる選手ではということを考えれば、うん、まあ、十分ぐらいのものは持ってるし、うん、やっぱりね食らいついていくわ、あのバッティングにしたってそうだし、うん、しつこい、うん、粘りがある選手、そういうの大事ですよね。いや、やっぱね中日の戦い方選手を見てるとね、まあまあキャリアもないから簡単に打ち取られてるっていう見え方をしちゃうんだけど、はい、これは技術がないのかもわからないけどもね、うん、まあ、だけどその山本っていうのはしつこさもあるし、うん、まあ、小技も効くし、本当に誰を育てていくのかわからないけども、うん、でも育てていく途中にね、うん、やっぱこう刺激になるような山本の存在になってくれれば多分いいと思うし、うん、下手するともう最初から出てる可能性もあるよね。そうですよね、うん、だから、うん、まあショートもできるし、まあ主にセカンドだとは思うけども、うん、まあ二遊間ができる選手っていうのはすごく貴重だからね、うんうん、だからそういう意味ではいい選手を取ったなっていうね、こうユーティリティな感じ、まあユーティリティだしね、賢い選手だから、うん、まあ野球もよく知ってるし、うん、だからまあ立浪監督の感性とよく合ってくるんじゃないかなっていうような気はするけどね、そういうことがねとてもね、中日には求められてるのかなっていうことがありますよね。そう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 、やっぱりどういう野球をやりたいか、うん、どう演じていくのか、うん、これはすごく大切なことで、監督が描いてることと選手が追いついてないんじゃさ、もう描きようがなくなるという ね、 そうそうね、まあ、だけどその山本っていうのは描いてくれるんじゃないかと、描いてくれるかなっていうような、うん、まあ、期待はしてるよね。なるほど、はい、はい、で育成ということで取る板山、うん、はい、まあ、育成というよりも、うん、まあ、すぐ支配下に俺はおそらくなってくると思うんだけども、うん、やっぱバッティングにはね入団当初から定評があって、なるほど、今年阪神で活躍した木浪、うん、そういう感じになりうる選手なんだよね、恐怖の8番っていうね、そう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 だから可能性を秘めたバッターなんだよ。なるほど、ただね阪神ではなかなか、いやそうなんだよ、だから俺ね阪神じゃなかったらクビになってないんじゃないかなっていうね、なるほど、まあそんな感じがするんだけども、うん、まあそのぐらいそのバッティングには定評があって、うん、期待された時期がね、うん、結構あったし、これヘッドコーチの片方と一緒に阪神時代やってるのかなっていうような、うん、ああなるほど、あ気もするんだよね、うん、だからよく板山のことは知ってると思うし、うん、まあそれもあって取ったのかなっていうような気もするしね。なるほど、29歳ね、うん、そう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 、うん、これも力的にはやっぱ一つ、うん、なんていうの、水を与えてあげると、うん、なんか鼻が開いたりだとかさ、うん、するような選手だと思うんだよね。じゃあ環境変わるのはちょっと期待大っていう、いや期待大だよね、うん、だからまあ立浪監督が描く、うん、野球、うん、これがこう一歩ずつこうなんか近づいてきてるのかなというね、そういう、うん、補強でね、ただね、うん、選手を育てる育てろとかね、はい、まあ言う人はいるかもわからないけども、うん、急には育たないし、まあね、あのねチームの中にお手本っていうのが必要なんだよ。だからそういう意味では中島のバッティングとかお手本にはなるし、うん、例えばその上林のね、うんうん、飛ばすテクニック、うん、ボールをね、うん、まあこういうのも勉強になるだろうし、うんうん、あとその山本のしぶとさ、まあ二遊間どうこなしていくのかっていうね、うん、見本にもなれるような選手だし、うん、で板山、うん、どう化けてくるのか、だから非常に楽しみな選手をね多く取ったなっていうような気がして、なるほど、でやっぱ育てる我慢するって言ってもね、うんうん、やっぱ勝負してるわけだから、うん、育ってくるまでね、まあ、なんとかそういう人たちの力も借りながらね、うん、やっぱチームを立て直していかなきゃいけないし、あとはやっぱ中日の大目玉は中田をどうするかだよね。そこね、どうなるんだろうってね、一応交渉したいようなことはニュースにはなってますよね。そうだね、山川もそうだしさ、だからそういう選手がこう集まってくると、まあこれは全く違うなんか色になってきますかね、チームにもなるし、まあ力的にはグンと上がるからね。ねえ、でもそれその2人だけじゃなくて、やっぱこういう代打の切り札であったりだとかさ、内野の
どこでも守れる選手であったりだとか、そういうのってすごく大切なことなんだよね、チームにはね。ね、うんうん、だからいい補強だったなっていうふうには感じますね。ちょっと2年連続であの得点数っていうのは、そうなんだよ、球団は、うん、あのね、12球団で一番少ないので、うん、まあ、そういったところではあの得点力アップっていうのは急務なのかなっていうところも、まあ、特に勝負強さだよね、うんうんうん、だからそういうところが求められてるから、まあ、中島なんかすごいいい補強したなっていうふうに思う、ね、もうなんかチームの、はい、あのカラー変わってきそうですね。まあでもカラー変わっても中日は中日だからね、頑張ってほしいと思う、ね、いいように変わってまた新しい中日が見れるのかなっていうところですかね。そうだね、うん、はい、頑張ってくださいよ、はい、はい、期待してます、はい。